佐賀県でねイベントをさせていただいたんですけど、おえシーズンさんありがとう、新潟はそう今日はツインテールにしてみました。暑くて本当に暑くて、ちょっと光がマジ難しい。そう今日は配信するってずっと言ってたから、みんなのために残しといたよ。あんまりさやらないんだけど、ツインテールの中にちょっとね細かい三つ編みというか、入れてもらいました。そう今日ポニーでフェスやったの覚えてる人いる？多分ねそれが夏フェスってあれくらいし、野外でやったことあるのはそれくらいしかないんじゃないかな私多分。あったね、え、そう六本木そこくらいしか私多分野外ってやったことないと思う。去年？去年だっけ？もうめっちゃ前、一番最初、え？待って違うか、2回やったんだっけ？おたくみくん、あーありがとう。お？くま、くま、ありがとうし。なんでこの斜めってるんですかね。ちょっと模索しながらやります。あ、ここがいい。そう、あ、ロケロケのやつか、確かにそうだったかも。そう、それ以来の多分野外フェスで暑くて仕方ねかったよ本当に。ボートレース、そう多分ボートレースの特設ステージみたいなやつところで今日イベントがあって、本当に見てくださってるファンの皆さんもう照りつけられてて、でも本当になんか楽しんでくださってるんだろうなっていうのは分かったから嬉しかったんだけど、逆に暑そうすぎてねえびっくりしちゃった。大丈夫かな、なんかでもかき氷食べながら見てる方もいて、あのトークイベントとかはいいなーって思いながら、めっちゃ日焼けした、私も日焼けしたマジでやばい。なんかさもう結構ドラマで日焼けしてて、そうだからもう諦めたのも諦めるな。そうなので、だってもっともかちゃんみたいな甘々な子がやるべきだよコロネは。諦めないで。TikTok の月さんみたいな。そうでももう、そうなんだよ本当にね、アズと最近よく一緒にお仕事させていただくんですけど、アズおもしろい本当に、あの子本当に面白い。でもなんか後輩だけど、まあ、そんなに変わらないし、年も
同い年だしね、楽しい、一緒にいて楽しいです。なんか気を使いすぎずいいです、いい関係。やーやーっ、アナホシクズテレパスね、毎週私もあのリアタイで見れるときは見て、見れないときは TVer さんで見させていただいてるんですけど、やっぱりあとはさあの原作者の方の大熊ラスコ先生があの配信されてるじゃないですか、あの老子さん本当に面白くてそうなの、そう見てくれてる、ありがとね。そう本当になんかあの切り抜きみたいなやつが X であのご本人が上げてらっしゃるじゃないですかね、え面白いよねこないださ電車で見ちゃってちょっと危なかった。本当に私ゲラだからさ、なんかあの一人でいても全然余裕で笑っちゃうのね、危ない人なんだけど普通に。そう、それがもうダメ、電車で見ないと誓った、怒るやつそう、あれは電車で見ちゃいけない、そうだよねそうでも本当にあのこんなにね盛り上げてくださって感謝しかないですし、私ももっと盛り上げていかないとなって思ってます。そうね、なんか同時視聴配信とかやってみたいけど、なんかあんなに面白くできないから、絶対自信がないよ、あんなにできる。そうやりたいんだけどね、私も C パート30分くらいやってほしいって言われてた、そう言われてたじゃん、あのファンの皆さんに、ファンの皆さんにも言われてたし、ローシーさん、ローシーさんって呼ぶのが正解なのかな、わかんないけど、そう言ってくださったじゃないですか。でも実はあれはあの1話の C パートとかは本当にいっぱい撮って、あのなんだ本当はなんか6秒に収めなきゃいけなくて、でも私たち全然収まらなくて、多分普通にやってたら30秒くらいあるんですよ。まあそんなにあってもねちょっとねつまらなくなっちゃうから、6秒なの、6秒しかないんですよあれ、6秒に頑張って収めるためにどっちでしょうって言ってすぐ当ててもらって、そうで C パートはなんか役じゃなくていいって言ってくださってて、なんか普通のわちゃわちゃが見たいからって言ってくださってるので、最後のおまけみたいなシーンがあるんですけど、そうあれね楽しい、もっとなんかいろいろね、いろいろいっぱい撮った、これから多分いっぱいあると思います。私結構 C パート撮りましたそう結構ね、うみかちゃん C パート登場すると思います。でもなんか1話はねすごいすごいびっくりした、あの1話の C パート、なんかいとももちゃんにどっちでし、どっちにまあなんか星の消しゴムみたいなやつがあってどっちでしょうみたいな言ったらすぐに当てて、この話したか分かんないけど本当に何回もやったんですけど結構な確率で当たってて、やっぱり宇宙人、君は宇宙人、君は宇宙人って感じでしたよ。そうじゃん、あのピンときたの初披露もあの劇場でありましたし、すれ違う瞬間にもありましたし、なんかいろ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 あるよね話したいこと。そうでも私全然ね
元気なんだけど、そう最近めっちゃ風邪流行ってるので気をつけてください。ほんまにほんまに気をつけて。ピンと聞いた君は宇宙人、あの振り付け大好きです。めっちゃなんか結構ロックなんですよ。すれ違う瞬間はなんか本当にあの宮城公演コンサートのねツアーの宮城公演でも言わせていただいたんですけど、 MC であの中7期って最初いただいた曲がワンダフルラブで、まあ、次があの夏の防波堤で、でパパには言えない夜、パパに言えない夜が3曲目、あ、Do the Dance とか、なんかあんまりその落ち着いた女性みたいな曲いただけたことなかったからだって最初なんてフーフーだよ、平和だよ、ラブ&ピースって感じ。落ち着いた女性って感じじゃん。だってまあ Do the Dance もまあ落ち着いた女性なのか、あれはまあでもダンスって感じだから。私もワンダフルラブ大好きだよ、大好きだし、すごい17期に合ってるなって思う。なんかさ最初のソララの歌い出しすごいなんか少年みたいな声で大好きです。なんていうの、ハスキーボイスっていうのかな、素晴らしい。私じゃあんな声出せない。なんかやっぱいいな、なんか私自分の声嫌いだから、なんか特徴的な声の人を見るといいなって思う。すれ違う瞬間に、そうなんかね、私のファンのみんなは好きって言ってくれるけど、私の声可愛いとかね、いやもうお世辞でもいいんだよ、全然いいんだけど、嬉しいんだけど、そう何かまあ大体まあ自分の声ってそんなにあれじゃん、聞かない、分かんないじゃん。まあそうだよね、自分の声はね大体みんな苦手だなと思うよ。あと何？最近起きたこと。ツアーも、あ、そうだよね。ツアーも話さなきゃいけないし、話さなきゃいけない。そう、なんか、お話し会があと2週間後くらいだからね、ちょっと先なんですね。海かちゃんねる。多分誕生日配信してからできてなくて、となるとですね、リミスター、あ、そっか、リミスターやらせていただいたので7月頭には一応やってはいるのか。3ヶ月目のタレコイ、え、楽しかった、めっちゃ、なんかめっちゃ練習する時間なくて、あのツアーの次の日くらいで、で3ヶ月ぶりだから絶対練習しないとって思ってたんですけど、全然ねなかなか取れなくて、夜中にやりましたそうなんですよ、その日もなんかその前にいろいろ予定あって、公演の前に、だから結構ね切羽詰まってました。あ、やばいって、結構ね公演緊張するタイプなので、もっとね緊張した。
そう、その日はね、そう、海の日の僕の太陽公演も結構久しぶりだったのであれなんですけど、あの星屑テレパスドラマのね、秋内ゆうちゃんの誕生日だったのでゆうちゃんヘアしました。結構帽子かぶるの本当に大変でメイクさんを困らせてしまいました。あちゃーって感じです。なんか半分だけ入れてみたいなことをしてました。ね、そう、海香ちゃんがゆうちゃんになった。そうなの。だからでもなんかファンの方が、私サンリオのねポンポンプリンと花丸お化けが好きなんですけど、それのお洋服、海香ちゃんの制服で作ってくれて、なんかそれめっちゃ可愛くて、なんか他の衣装とかも本当可愛いんですけど、海香ちゃんのやつ、あ、まるまるが着てんの可愛すぎて、海香ちゃん、海香まるまるが生まれた。スマホケースの裏はね、今愛ちゃん星野愛ちゃんと、またなんか私のステッカーですイラスト。平成のギャルぐらいストラップついてる。え、嘘、そんなに。まあ大声ダイヤモンドとポモポモプリンのグミみたいな、なんかほんとかわいいグミなんです。かわいい。ラブリー。あ、まあ確かにちょっと結構ギャラギャラしてるギャルになりたいから、形からね入らないとダメ。そう、衣装キーホルダーね、結構ピンポン来た。私んち？私んちとか。もっと出た方がいいのかな。メンバーさんかな。ホテルなんですけど、あの佐賀の。ピンタキータ。でも LINE とかはね、ないので。一旦いいやちょっと待って、先輩だったらあれ申し訳ない。一瞬見てくるね。3秒。いなかった。多分先輩だったら LINE が後で来るはずなので謝っときます。先輩だったらね、ちょっとマネージャーさんだったら謝ります。あのこういうやつから見ました、ドアのこういうとこ。
配だったら謝ります。申し訳ない。初めてなホテルのピンポン鳴った。それは嘘やん。え、本当に聞いてほしいの。あのね、ドラマのこの間も話した気がする。本当にね、ももちゃんにいつも起こしてもらってたの。全然いや、起きれる方だったんだけどね。なんか、うん、一人部屋の時はだいたい起こしてもらってた。二人で泊まるってそうそうなかったんだけど、一回ね、ララちゃんと二人部屋の時に、そう、ソラちゃんが先に寝ちゃって、なんかね、その時はね、目がね、パチって目が開いたんだけど、やっぱ一人だとダメなのかな。ララちゃんと二人部屋、結構ララちゃんと二人部屋多いですけどね。ドラマのあれ何話なんだろう、結構ほんと最後らへんで大詰めって時に、そう、結構夜遅くまでやってたりとかしてた。ソラちゃん朝強そう。嘘、弱いんじゃない、わかんない、弱いと思いますけど、そんなに強い方ではない。どっちも、私もそんなに強くないし、あれ何話だったんだろう。でもほんと最後最後です。ララちゃんもなんかいつもコロ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 転がってるイメージありますね。寝相が悪いとかいいとかわかんないけど、コロコロしてた。なんかライモンさん、ソラちゃんの演じてる役のライモン、またたきちゃんはなんかセリフ量も多いけど、セリフ量よりもなんか難しい単語が多くて、アイちゃんめっちゃ強くないのよ。それがさ、びっくりするくらい悪いの。そう、専門用語、ロケットについてとか、ロケットの作り方についてとか、なんかいろいろ、そう、なんかね、難しい言葉ずっと言ってた。だからいっぱいね、そう、なんかね、私は本当に台本に点点点が多くて困った。逆にそこも点点点のところはなんか意味があるからさ、そうやって書かれてるわけじゃん、括弧でね。だって点点点がなかったら別にね、喋りもセリフがないから。でも点点点っていうセリフがあるじゃん。だからね、最初はそれがね難しかった。でも演技の何が一番難しかったですかって言われても、でも結構全部難しかったね。最初まあでもね、セリフはねそんなにあれだった。苦労、もちろんいっぱい時間かけたけど、そんなに
あれだったかな。ミバースで悩んでたのは何話？あれはね、8話の前だから10話かな、撮ってたの10話8話くらいと思います。どうやってセリフは覚えたの？私はあのテスト勉強の時もそうなんだけど、結構この写真として記憶に残るっていうか、あの台本をこう文字で覚えるんじゃなくて、こういう感じで覚えるの。え、わかるかな？わかる？なんか脳内でこう写真を撮る感じ。パシャッとね、そのまま覚えるから、あ、この辺にこういうセリフがあったなっていうので覚えてってたから、そう、頭文字とかだけ出てくればパッとその文が出るようにしてた。そう、多分ね、視覚的に覚えてたと思う。あんまり書いたりはしなかったかな。あとは読んで覚えてた。でわかんないよね、なんかそれが良かったのか悪かったのかわかんないけど、うん、それで困ったことはなかったかな。天才の人って多分もっとあれなんじゃない？パッと見ただけでわかる。なんか そこまでじゃない、全然そういうわけじゃなくて、いっぱい読んでおきながら最終的にやっぱこう覚えるって感じかな、場所で確かにね、記憶力悪くも良くもないと思うけど、でもねすごいよ私は。積んだ話していい？あのね、飛行機にね、メガネ忘れちゃったの。積んだ、僕は積んだ、いきなり積んだ、積んじゃいました、メガネ、私の大切なメガネ。なんか今コンタクトしてるからまだ見えてる、みんなのこと見えてるけど、これを取ってしまったら何も見えない。伊達じゃないよ、普通に目悪いんです。私初めて飛行機に忘れ物した、悲しい。でもちょうどメガネ新しくしようとしてたし、そうね、お問い合わせねしてみます。そう、でももうなんかお問い合わせするのね、なんか勇気いりますよね。電話って怖くない？一旦問い合わせてみて、なかったって言われたら私の買います。電話怖い、なんかキャンセルするとかの電話も怖い。予約はさ、最近アプリとかでもできるじゃん。あの怖いですね、電話は。そうなんですよ。でもずっと町の視線の先にあったこれはさ、見て。昨日私が狂いに狂いまくってた、お菓子、うん、こちらね、
けたので買っちゃいました。ちょっと夜なので食べないですけど。そう、パイナップルだからさ、いいかなと思って。チョコだけど、チョコだけど、ほんとツアーまでにお菓子やめます。なんかなるさんが今日小麦やめたらすごい痩せたって言ってて、ちょっと私小麦で生活してるからね、本当にパンしか食べない人間じゃん。だからおにぎりにね、お米中心に変えていかないと。そう、ストーリーで結構おすすめのお菓子聞いてミャモにとって食べるぞって思ってたけど、ツアーじゃない、もしかしてもう今日日曜日だから今週じゃないみたいな、ね、早くない？宮城公演終わったばっかりだよ。どうしよう。そう、ほんと、あ、そう、ほんとに仙台に行ったんです今月。もうね、事前のなんか撮影みたいなやつじゃないね、ツアーやるよっていう告知をあずっとね仙台にさせていただいたのが、それがいつ、それがね7月11日で、ツアーに行ったのがその次の週の7月21日、10日後でもって、グループ握手会で7月25日に行ってるから、ね、やばいよね行き過ぎだって。もうそう、わかる、仙台ね意外と近いんですよ。東京から1時間半くらいだよね、多分1時間半くらいで行けるんですよ。ラジオねやらせていただいたりとか、佐藤あかりさん元チームメイトのねアナウンサーの方と共演させていただいたりとか、楽しかったです。楽しい仙台 3days だった。あと今月はラジオにたくさん出させていただきましたね、新曲の PR の一環で、矢吹奈子さんのレコメンに出させていただいたりとか、山崎怜奈さんのラジオに出させていただいたりとか、野呂さんのラジオもあったし、明日もラジオ出させていただくので、結構ねラジオね出させていただく機会が今月多かったなって。ささやきラジオ、月さんのささやきラジオも今月だったよね。そうなんです。明日のは朝です、あれですよね、こっちの福岡佐賀のラジオの方でもう一つがあって、それはねミオンさんと撮らせていただいて、それはねあれだったんですよ、もう撮ったんです、収録ディアフレンズっていうラジオです。またお知らせします。明日は結構
東海ラジオ明日の11時から、明日の11時からです。早いね、結構お昼ぐらいらしい。ちょっと目が乾燥してきたから目薬していいですか。ささやきつきさんとのささやきラジオね、本当に楽しかったの。あの3回出演させていただいてるんですけど、やっぱりね最初はねめっちゃ緊張してて、2回目はだんだん話せるようになって、やっぱり今ね結構あの仲良くさせていただいてるので、いい私たちの素が見れるんじゃないかなって思います。そうだよ、ツインそう、なんかね最近は新曲披露するときはね、だいたいあのねじりハーフアップ、おさねさんが TikTok で解説動画出してくれてるんですけど、顔周りの角、これえこれどれそうそうそう、あの覚えてもらうためになんか固定にしていただいてて、でポニーテールとシュッシュッシュポニーテールとシュッシュは最近センターでね披露させていただく機会が多いので、え滑舌悪すぎない今日、機会が多いので、あれですね、サイドポニー結構ね好評で嬉しいなそう、この間は水ミュージック、昨日かはゆいゆいさんとサイドポニー一緒にねしていただいて、ニヤニヤ、サイドポニーね、ね、めっちゃ前なんですけど「元カレです」を披露してた時、年末に披露させていただいてた時は、私はアンダーで、その「元カレです」は選抜じゃないので、っていうか入ってないのでAKB にギリ入ってるのかな、初披露の時はねテレビでね見ました。多分入りたてくらいかな、決まったくらいだったので、そうアンダーとしてね出させていただいてたんですけど、その時にねサイドポニーしてて、それ以来って感じでした。これあんまりしてなくて新しい発見です。サイドポニーたくさん褒めてもらえてるからちょろい、そうか、元カレですは途中からオンラインに参加してたみたい。そうだ、元カレですのサイン書いたもん。もうさ、でも前と比べると本当に、ね、たくさんの方がね来てくださるからあれだけど、最初は何していいか分かんないからさ、あのファンの人が来ない時間ってやっぱり最初はあるじゃないですか。その時にやっぱり研究生だから携帯を触っちゃいけないし、なんか何もしちゃいけないと思ってて、もうずーっと膝に手を置いてって感じ。最初はグループだったんですよ、17期って10人とお話できるってすごくない？でもさ
オンラインだったのずっと。だからね、握手会で会えた時の感動たらありゃしないよな。やばいよね。なんかこの間写真見返してたんですよ。初期くらいの、初期って言っても今も初期なのか分かんない、初期と言われる時期になるのかな、ね、やばかった。可愛くないし、本当に写真の撮り方下手くそすぎてやばいよ本当に。なんか今はさ、こう斜めに撮ってみたり近づいてみたりとかいろいろできんじゃん。こう、わかる？手の腕を最大限に伸ばして、したね。もうね、比較とかね出せないレベルでね、恥ずかしい恥ずかしいからな。本当に見せられたもんじゃないよ。そうだよね。お酒デビューですか？お酒デビューはしてません。まだ一回も飲んでない。今日はイベントが終わった後ご飯食べてたんですけど、みんなでビールに見せかけた子供の飲み物っていう、なんかなんだっけ、なんていうの、子供ビールみたいなの、もう普通にもジュースです。もうリンゴの炭酸ジュース、めっちゃ美味しかったけど、そう一回ちょっとね、なるさんと一緒にちょっと言ってみるみたいなみんなにね、飲んだよみたいな言ってみるってなって、なるさんもウィーバースとかで言ってらっしゃって、私もみんなにちょっといたずらしてみたでもね、すぐねバレちゃった。結構でもバレてる方多かったですよ。信じてくれてる方は 3分の1くらい。そう、いや、はい、だからでもその反応を見てみんながどう思ってるのか知れてよかった。あ、やっぱ飲んでほしくない方もいるのかなってかっこいいねとか言われたけど全然ジュースみたいな。ねえ、ごめんね、ごめんね、ごめんね。ちなみに飲もうともあんまり思ってなくて、そう、まあうん、飲みたいって思ったことないから、まだわかんない。飲みたくなったら飲みます。弱そう。親心芽生えたって。ね。その時は絶対みんなに報告するからね、ちゃんと。そうだから報告するまでは本当に飲んでないと思って。ソララもね、飲んだことないって言ってたから、二人してね食べよう二人で飲んだら多分とんでもないことになるよ。だって今ではさ、全然普通の状態でだよ、こんな感じでさ、いやーってなってるのに。ソララはゲララになりそう。そうだよね。でもみずみんとかゆきとか、ゆきたんも成人メンバーだから飲もうと思えば飲めるもんね。
ゆきたんってあんま飲んでるイメージないけど、あれゆきたん二十歳だよね。ソフィズミンはね多分飲んだよね、飲んでると思うんだけど、そんなずっと飲んでるとかじゃなくて飲んだことあるって言ってたから、ソフィズミンなんか強いみたいな聞きました。わかんないって言ってた。何があった最近。でもツアーの話全然してない。ちなみにあそこミラもありましたし、生誕祭もありましたね。リミスタの次の次の日にあって、そうあれは本当にそこミラ自体が久しぶりで、みんなすごい大変そうな中一緒に出てくれてありがとうって感じだしね、なんかいろいろ準備してくださったりとか、生誕祭ね配信で見てくれたりとか見に来てくれたりとか本当にありがとうでした。いやもう本当に記憶がもう全くないんですけど、今スケジュールをねこう見ながらね、ああそうだったって思い出してやってる。もうねなんか生誕祭がもう何週間前っていうか、なんていうの、今月とはと思わなかった。6月にあったと思ってた。今年も立派なスピーチ、全然なんか話したいって思ったことはちゃんと多分話せたとは思うんだけど、なんかもうちょっとなんかどんどんね、その生誕でも言ったんだけどね、その思ってることをメモに書いてて、それでまあ自分の中の気持ちをこう落とし込むというか、そう抑えるというか我慢、してる時もあると思うんだけど、まあ、それはね人間みんなもしてると思う。我慢しないことなんてないじゃん。だからでも書いたりすると落ち着くから、自分なりのね。おおい大成くんありがとうです。ありがとう日本、ありがとう、ありがとうございます。そう今日は書けるものがなくて、ごめんなさいね。そうちゃんと多分言えたとは思います。ネイルキーちゃんがやってくれたんだけども剥がれちゃった。ピエンピエンって今だけ使う人いるの、やばい恥ずかしいやつだ。ネイルはごめん、あのこれはねごめんね好きになっちゃってをちょっとだけイメージして、ここにね、あ YouTuber みたいになっちゃった、羽がねついてるんです。こっちもあちょっと結構もう取れちゃってるから恥ずかしいんだけど、はい、ここがもう取れました。羽をつけてもらって、あとはピンク衣装が多いのでオープニングとかアンコールとかピンクを入れてもらって、次はどうしてもらおうかねって感じです。楽しみ。そうなんですよ、生誕祭は楽しすぎてもう目がこんなん、ずっとなんでも見たけどもうやめてもう笑わんといてって思うくらいでした。ニッコニッコ
ぱりあの劇場でねステージに立ってる上でやっぱりファンの皆さんがねいたりとか、赤白ペンライトうちわとかいつも来てくれてる顔見知りやみたいな、顔見知りっていうか、いや知ってるぞっていう人見ると嬉しくなるし、そう、そのみんなが楽しんでくれてると嬉しいしね。逆にね、なんか大丈夫かなってなる、心配になる時ももちろんいっぱいあるから、顔見知りで笑っちゃった。顔見知りじゃない、なんか言い方間違えた。日本語難しい。お友達みたいなあるじゃん。どういう時に大丈夫かなってなる。え、なんだろうな。あ、顔なじみ？あ、ちょっとごめんね、話が交差して。顔なじみだ。顔なじみ。そう、そんな感じです。今何の話してたっけ。常連さん、なんかその言い方あんまりあれですけど、こんな、あ、そうだ、大丈夫かなってなるときなんだし、あんまりないけど、まあね、ないんだけど、お見送りのときとかに結構さ、やっぱり声がね聞こえないじゃない、こっちからも多分みんなからも聞こえな、聞こえづらいと思うんだけど、そう、そのときにね、あれ大丈夫だったかなっていう、私も心配になるのです。全然あの話しかけたりするの苦手だよって時は方は全然話しかけなくても大丈夫だし、でもね手は振ってほしいよね。ちゃんのおしコスメは、なんだろう、でもね、あの TikTok で紹介させていただいたチークはとっても可愛いです。あとはあのスナイデルの、スナイデルビューティーさんのラメが今とってもお気に入りで使ってます。あとはもうやっぱりユーピンク様を全部使ってるので、ユーピンクのアイシャドウ1、2番、ユーピンクのリップ、ユーピンクのブラシ、ユーピンクのハイライト、ユーピンクのコンシーラーみたいなね、全部ユーピンク。だからさ、でもユーピンクって全然あのあれなんですよ、パッケージが大人というか、そこまでピンクだけど可愛すぎないところが絶対にいいです。なんか本当にユキリンさんから教えてもらったメイクとかが多いので、もう本当はもっと教えてもらいたかったってくらいですけど、欲張りは言いません。キリンさんね、なんかこの間私が他のね何かがあって自主練に行こうってなってたけど行けなくなっちゃって、その予定がね、私が入って、で
その時にユキニさんがあの事務所にレッスン場にいらっしゃって、あーそうなんです、いたら会えたんですけど最近ね会えてないので、やっぱり卒業されちゃったから会いたいですね。そうなの。でもなんかユキニさんのインスタとかはね毎回チェックして元気そうに、でもやっぱりユキニさん会いたいです、話したい、なんか今の私たちを見てどう思うのかなって知りたい。ユキニさんの MV、 ミオンさんと一緒に新曲 MV を見てるっていう企画のね動画を見させていただいたんですけど、なんか会いたくなっちゃいました、それ見て。目が、乾燥中でございますけど。え、そうなの、現役メンバーに連絡取るのは緊張するらしいです、ゆきりんさんが。そうなんだ、そんなことないのに。でも私も緊張するから何も言えない。そう、めっちゃ、それで生誕祭の話してたよね。生誕祭がとっても楽しくて、でその生誕祭の時に言ったんですけど、モデルとか、まあ、演技とかはまだまだだけど、そのね幅は広くね活動できていけたらいいなっていう思いでね、この1年頑張ろうと、ね、目標に掲げたんですよ。でその生誕祭のその次の日にのんのさんの撮影がありまして、そう、これはなんかお便りに書いたか忘れちゃったんだけど、そうなの、私にこう話を一緒にやってください、お願いしますって言ってくださったみたいで、へーみたいな、へーびっくりですよ。そう、次の日に早速撮影だったから、なんかその生誕祭の時にモデルとかもやりたいって言ったし、そう言った次の日だったからなんかすごい嬉しかったし、表情とかもなんか自然にできて、ちょっと早く見てほしいですね。そんなに多分写真の数はないんだけど、アイメイク調査って感じなので、別に まだ叶ったわけじゃないんだよ。だからこれがねどん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 ね、皆さんがね好評、皆さんから好評いただいて、その次にねつなげられるように頑張りたいなって思います。今は予約があって8月とかに発売です、本屋さんとかに並ぶの。びっくりでしょ、びっくりだよね、私が一番びっくりした。そう、アンケートめっちゃ思い出しちゃった。そう、さっき話した矢吹奈子さんのレコメンっていうラジオの時のアンケート、私とアズ、ヤギアズキちゃんと一緒に出たんですけど、全然ね量が違くて、ナコさんにもいじられていたんですけど、そうね、アンケートとかはね結構書くようにしました、しましたというかしてます。何を使われるか分かんないから、もう全部書いとこうと思って全部いつも書いてる絶対使われないと思うけど全部書いてる、もしかしたら使ってくれるかもしれないからね。そう、なんかまだ一人でラジオとかならあれなんだけど、
2人でラジオってなると、あ、これこの話するかなとか、お互いにね、話し合いながら今は曲やってて、ハズとラジオに出るのがその仙台で出演させていただいて2回目とかだったので、アズの生態をもう知り尽くした上でやりましたね。次はおいしい。そうだね、あとなんだろう、その生誕祭のその夜にはなるなるミーティング、倉野なるみさんと一緒にねお話しさせていただいて、企画でめっちゃずっと、私成田さんの YouTube 本当にずっと見てるので、なんか嬉しかった、なんか見てた、あのなるさんのあのジャージとメガホンね、ちゃんと着てちゃんと持ってた私だから全然手抜きしてもいいんですよって思うくらいですけど、嬉しかったです。その後撮影が終わった後もずっと話聞いてくれたりとか、そう、あのね S さん、有名なマネージャーさんの S さん多分結構一緒にお話しさせていただいて、そうなの、なんかあんまりね相談とかしたことないからびっくりです。私も自分がなんか話していいんだよって言ってくれて、すぐに、すっごい本当に早くに、私がみたいな誰に相談したらいいんでしょうみたいな言った時に、はいってすぐに手を挙げてくれて、嬉しかったです。めっちゃ支えで、生誕祭終わってなるなるミーティングって、そっか、ミュージックデーとかもあったもんね。そう、いつでも相談してねって言ってくださいました。ミヨンさんの YouTube も私見てるんですけど、てかメンバーさんがやってるラジオめっちゃ見るんですけど、 YouTube とかやっぱすごい、あの歌詞解説とかめっちゃ面白かったです。あのミヨンさんがこの間、あのこの間去年の武道館コンサートで、プロデュースなさってたじゃないですか、マジっすか。あれもすごい嬉しかったし楽しかったし、ミヨンさんもすごい生き生きとしてて、なんか、あ、本当に好きなんだなってすごい愛が伝わるので、すごいさすがだなって思いましたね。そう、私も歌詞理解ちゃんとしなきゃと思って、やっぱホワイトボードに書いてあ、ここはこうなんだって、なんかやるのも大切なんだなって、ダンスとか歌とかねできるようにもちろんなって、その状態の上で歌詞解釈してちゃんとあの表情とか落とし込んでできたら、なんかもっともっといいものができるんじゃないかなって思います。なんだろうね、でもやっぱり宮城公演が大きいですかね、ツアーね。私のユニットはごめんね好きになっちゃってでした、ごめんね君は好きになっちゃって、ドゥドゥドゥ。そう、めっちゃ楽しかった宮城、ドゥイ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 。そう、なんかねほぼ19期ちゃんだったんですけど9人中5人、19期ちゃんみんなって感じで、でねねね、あのゆいちとね、のんちゃんと、あとかすみと私とって感じで、すごいフレッシュだったんですよメンバーがね、だから結構頑張りました。あれはね、ほんとに衣装が可愛くて、絶対ベレー帽だったら低めツインと
三つ編みにしようって絶対そうだって決めてたからできてよかったし、なんかもともとね全体曲の衣装でベレー帽があるので、多分これから先もちょっと上目のねやつができないかなと思って今日やってみたんですよね、ツインテール。ちょっと話が1週2週くらいしましたけど、なんかねこの公演のここが良かったよってとこがあったらぜひ教えてください。あのオンラインお話し会とか握手会とかどこでもいいんですけど、うん、お手紙でももちろんいいし、配信のね感想とかお手紙の感想とかでも。曲は誰が選んだのかわからないんですけどめっちゃいいですよね。今日のねセトリもやばかった。お団子ヘアねちょっとやりたいんだけど、お団子ヘアさしたらさベレー帽からポコってさ山ができちゃうからダメです。アーカイブ今日まで嘘、らしいです、らしいですとか言ってあってるか分かんないけど言ってくださってるので多分正解です。お今日までってみんな言ってる、正解でした。そうだからね充実した1ヶ月でしたね。握手会もあったしね、振り返り握手会もあったし、今日までみたい、あともうちょっとしかないけど今日までって。あれだ、発売日のお見送り会もあったし、あとなんだっけ劇場からの配信もあった今眠りそうだったよね本当にね、今ねふっていきなり眠くなった。お見送り会めっちゃ楽しかったよ、なんかもう本当に爆速で、でももっとゆっくり歩いていいよって私たちは思っちゃうぐらいだったんだけど、そうとんでもない速さだったよね、一瞬なんかあーなんかねシュンって感じ、こういう感じ、視界こんな感じでした。そっか焦っちゃうのよね、次から次へといるからね、早く行かなきゃってなるよね。それが全然走んなくていいよってずっと言ってたんだけど、ありがとうございます来てくれた。またいやあでも11時半もすぐなので、でもよかった7月の総裁じゃないけどあのいっぱい7月いろいろあったのでお話できてよかったです。7月30日にもそこみらあるのでね、ぜひぜひです、楽しみにしてますし、ね、あの大阪ツアーも今週も明日、私なんて言った、総裁総括総括って言いたかったの、ごめんね間違えちゃった総括総括です、はい、すいません。31日、まあ多分ね次の8月にもねそこミラーはあると思うので諦めずですよ、諦めないで月さん降臨させて、諦めないでって、ああもう出てるんだ、あの予定？あ、出てました、もうそうでももう言えた？いろいろ言ったけど私あのねまだねツアーいろいろあるのであんまりネタバレしないようにと思ってユニットだけお話します、これから配信するってなったら。まだ見てないって人もいると思うし、
しかったです。7月とんでもないにいっぱいいろいろあって頭こんがらがポンポンだったんですけど頭こんがらがポンポンだよって感じでした。8月はツアーが2個あるもんね。まずうわ3つだ、ギリギリ福岡もあるんだね。ファミ大阪ファミもあって、そうだね、握手会納涼祭もあります。多分そう、結構ねポンポンポンといろんなとこに行ってますけど、これがツアーって感じだね。でもちゃんと楽しみです。8月も7月もちょっと早いですけどね、7月もありがとうございましたってことで今日は終わりにしたいと思います。ランキング見ます、いきます。13位、ひろあきさんありがとうございます。12位、しゅうえもんさんありがとうございます。11位たくまくんありがとうございます。10位長崎県民さんありがとうございます。9位きのさんありがとうございます。8位ナックさんありがとうございます。7位ひなちゃんありがとうございます。6位かゆちんありがとうございます。5位しどさんありがとうございます。4位たくみくんありがとうございます。3位パブちゃんありがとうございます。2位シーズンさんありがとうございます。1位は大成くんです。ありがとうございます。ありがとう、見てくださった方ありがとうございます。すっごいめっちゃ遅くなっちゃった意外とそうでも1時間程度って言ってたからちゃんとできてよかったです。ちょっと寝落ちしないように頑張りますね。明日からまた月曜日なんですけど一緒に頑張りましょう。ほんと暑さだけには気をつけて、風にもね気をつけてもあれだしょうがないけど一緒に気をつけて8月も元気いっぱいにいっぱい会いましょうね。ありがとうございました、ありがとうございました。頑張ろう、一緒に頑張ろうね。おやすみー。